ポーテモンコレクション。本学独自の教育プログラムであるアサーティブプログラムを受講し、アサーティブ入試で入学した前田潮音さんです。前田さんは心理学部心理学科3年生で大阪府立阿倍野高校出身。現在はアサーティブスタッフとして高校生のサポートに関わっています。心理学部心理学科3年生、大阪府立阿倍野高校出身の前田潮音です。よろしくお願いいたします。私はアサーティブプログラムを受け学ぶということについて深く考えました。私は中学生の頃から臨床心理士になりたいと思っていて、心理学について学びたいと思っていました。高校に入ってからもその思いは変わらず、心理学部のあるこの大手門学院大学を志望しました。進路選択は順調に進んでいましたが、私はやりたいことがこんなに早く決まっているということがとても不安でした。その理由は、もしやりたいことが変わってしまった時に一体どうしたらいいのかがわからなかったからです。私はすごい頑固だったんで、もし途中でやりたいことが変わってしまっても方向転換するだけの柔軟さもなく、またそれまで臨床心理士になるために準備していた時間なども無駄になってしまうのではないかと、とても不安になりました。しかし、アサーティブプログラムを受けていく中で、どうして臨床心理士になりたいと思ったのかということについて考えていくと、不安の解決の糸口が見えてきました。私は、頑張っている人にリラックスできる空間を提供したいということを目標にしていたということを思い出し、それが自分の軸だということにも気づくことができました。私はこの軸さえしっかりしていれば、どんどん新しいことにもチャレンジできるということを思い出し、自分の進路選択に自信が持てるようになりました。大学でも自分の軸をしっかり持ちながら勉強することで、どんな授業にも積極的に参加することができています。もちろん学校に行きたくないなっていう日もあるんですけど、そういう時は自分が学びたいって思っていた気持ちを思い出すことや、友達などに励ましてもらうことで頑張ることができています。また常にやりたいことを頑張りなさいと言ってくれた父にはとても感謝しています。自分が学びたいと思った道だからこそ努力し続けることができ、その結果として成績優秀者の奨学金もいただくことができました。この結果は私一人だけの力ではなく、友人や家族など支えてくれた人たちのおかげで得られたものです。アサーティブプログラムで自分が何をしたいのか、どんな勉強をしたいのか、何のために勉強することが必要なのかということを考え続けたおかげで、明確な目的を持って勉強することができています。皆さんも有意義な学生生活を送るために、自分自身と向き合って学ぶということについても深く考えてみてください。